共産主義のの中国国批判の米国務長官、日本は、ポンペオ米国務長官の中国に関する演説概要、自由と人権を尊重する側からの決別宣言だ。米国や他の自由主義諸国の政策は中国の後退する経済をよみがえらせたが、中国政府はそれを助けた国際社会の手にかみついただけだった。 中国に特別な経済待遇を与えたが、中国共産党は西側諸国の企業を受け入れる対価として人権侵害に口を閉ざせと強要した。中国は貴重な知的財産や貿易機密を盗んだ。米国からサプライチェーンを吸い取り、奴隷労働の要素を加えた。世界の主要航路は国際通商にとって安全でなくなった。 70年代初めの米国は、中国が開かれた世界に参加し、経済的発展を遂げる中、西側自由主義を見習いどうかを期待した。ニクソン元大統領は、中国共産党に世界を開いたことで、フランケンシュタインを作ってしまったのではないかと心配していると語ったことがある。なんと先見の命だったことか。 習近平総書記は破綻した全体主義のののイデオロギーの真の信奉者だ中国の共産主義による世界覇権への長年の野望を特徴づけているのはこのイデオロギーだ。我々は、両国間の根本的な政治的、イデオロギーの違いをもはや無視することはできない。世界の自由国家は、 より創造的かつ断固とした方法で中国共産党の態度を変えさせなくてはならない。中国政府の行動は我々の国民と繁栄を脅かしているからだ。自由主義諸国が行動する時だ。すべての国々に米国がしてきたことから始めるよう呼びかける。一国でこの難題に取り組むことはできない。 志を同じくする国々の新たな集団、民主主義諸国の新たな同盟を構築するときだろう。自由世界が共産主義の中国を変えなければ、中国が我々を変えるだろう、ここまで。米国に批判的な日本論調は、ポンペオ演説は米国による忌まわしき封じ込め作戦と批判するか。各国の独立自尊主義を尊重する立場で、 共産主義を否定することは不当と声を上げるか。価値観の多様性や各国の自立自尊を認めるのが日本だ。グローバリズムの基本でもある。中国共産主義は自由主義を蹴散らし、単一イデオロギーで彼ら指導部の支配理念を民主主義と押し付けるのだ。香港に対する国家安全維持法志向がその悪霊だ。 日本は中国と格別の中だという中で、しばらく辛くても米英用と協調・協働しなければならない。お聞きいただき感謝申し上げます。